はい、タイガーです。というわけでですね、本日はこちら使っていきます。はるまる。というわけで、まあ、はるまる最近見ないんで、で、まあ、はるまるの強みは何と言ってもトゥールだとフェイルノートが入れれることなんで、まあ、ヒュプノスもね、実質ヒュプノスが強いというか、フェイルノートとトゥールラが強いみたいなもんなんで、まあ、だったらはるまるでも勝てるんじゃねということで、はい、使っていきたいと思います。というわけでやっていきましょう。レッツゴー。さあ、相手は、おっと、これは、相手これあれだな、前回のシーズンで3位だった人だ。初戦から強敵に当たっていく。さやか捨てます。賞味美男でもよかった説はある。さあ、ロック。これビナ出るぞ、このままいったら。あ、ビナ出る。でもこのビナはそんな悪くはない。ビナ出て、次アルカーラ X いくか。もはや春丸全然関係ないけど、もうこれアルカーラでいいんちゃう。もういいな、これ。これ、ここ行くわ。こう行って。え、発動せんのかい。じゃあ、お前は何？お前誰？え、毒罠まさか。ここに来て衝撃の毒罠？ていうか、はるまるこれ出すときなくね、もう。これ、守護者出すでしょ？いや、あいつは、じゃあ何なの？クラケースってこと？まさかの毒罠説浮上。ジルドレですらないからな。これついにハルマルいけるか。もはやハルマルよりブラジルの方が強いまである。今日も一応置くか。一応置きまして、トゥールあるんで、当てられるのが賞味だるいか。当てられて、いや、むずいな。なるほど。それ右上 X トゥーラーが強い気がする。ここでいいわ。よいしょ。で、回復。オーケーオーケーオーケー。で、この罠が多分毒罠なんで、多分ね。なんで、あ、でもそういう意味ではブラジオ置かなくてよかったな。ブラジオ置いてたら毒回復するから。で、トゥールは4500確定で出るんだな、こいつ。さあ、そこ許容してくると。さすがに5000以上とかの特殊ないよな。ないんだったら別にこのままイオフィールで繋いでもいいんだが。でもこれ繋いでおくね。おりゃ。え、そんな罠ないよな。ないよな。オッケーオッケー。4000。回復。さあ。賞味、正直今、トーヤ置かれてるのを忘れてました。はい。オッケーオッケー。これは耐えるだろう。耐えて、で、これは、さすがに倍積圏内。オーケーオーケー。いいぞ、しょっぱな、強敵に勝っていく。オーケー。結構ギリ。対戦、アザシャ。さあ、2試合目、リアンツィールです。まあ、意識から出しますか、これは。意識置いて、はるまる置いてって感じかな。大丈夫よ、レモラ。心配
配ないわ。さ、ナリで来るかな。ナリで、あ、仕打ちで来る。なるほど。まあ、春物打ちますよね、そりゃ。これ、正味ちょっと、次、変置きせん方がいい気がするな。なるほど、そっちから来る。増えるのと置いてここに。で、正味相手目線は本当だったら右上 X を打ちたいけど、これで増えるのと取らざるを得んくってみたいな。いやー、取らない。なるほど。それならちょっとブラジからいきます。まだ賞味余裕ある。 OKOK、 角置かれます。OKOK、 完璧。角置かれます。で、ここでビナを貼ります。 B4 にビナを貼ります。言っても HP さすげえな、これ。くっそ駒投げされてるやんけ。あんま気づいてなかったけど、割とむちゃくちゃなことされてる。オッケーオッケー。これで HP 差結構戻して、で、相手はさすがにね、ビナを返すんで、そうっすね。で、こうするしかないんですけど、ここで、ブラジの召喚入って、フェールノートのコンボが上がって、さらにここでシールドを入れます。どう、いいんちゃうのこれ。で、回復で毒。いいぞ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 。お、飛ばんのんちゃうのあんた。もう毒切ったよ、あんた。毒2枚切ったよ。ロック、待て、そのロック正味きつい。正味まずい。姫が出るな。姫が出る。回復するしかねえ。回復じゃおりゃ。おりゃ回復しろ、この野郎。回復。回復。ああ、賞味倍世圏内です。倍世圏内入りました。思ってない。まあそうよな、ね。今、オーラ引いたからな。オーラ引いたから、倍世使えない。キラーン、きっさあ、キラーンしていく。オーケーオーケー、いいぞいいぞ、2連勝だ。オーケー、特殊出して吸収して回復して、オーケー、飛ばしていく。対戦あざした。さあ、3試合目。暗黒か。アンチヒール入れてねえんだよな。よろしく。まあ、さやかから出しますか。これどっちで出そうかな。デバフから 18% デバフで出した方がいいかな。迷うな、これ。嫌だけど。おっと、トネルムから出してくる。これ何を引いてるんだ。どういう手駒だ。風車でいきます。ちょっと想像しづらいぞ、その手駒は。トネルムより強い流利はないぞ。王とかかな。この一撃で、ちょっとよくわからんな。踊れるかな。まあ、デバフでいきますか、さすがに。よいしょ。道を開く。
どうなるかな、二枚返しの方で来るかな、多分。ですよね。でまあヨフィエルで取ろうかな。よいしょ。正味盤面詰めていきたい感じだな、個人的には。なるほど、しっかり進行は知ってる感じだな。 OKOK、 デバフ引く。正味ブラジ意味ないけど置いとくか。さあ特殊を2300。それは返しじゃないんだね。正味メイレンが入ってるかどうかでビナの使い道が使い方が非常に変わってきます。よし、バイセから行こう。バイセこう、正味盤面詰めていきたい所存ではある。なるほど、逃がしませんよ。そこ来るなら正味こうしてあげることによって、これで相手はね B4 か E5D5E5、 3箇所しか打てんのかな、多分ね。でそこに打ってきますと、でまあ6で当てるのが正解かな。6で当てます。これシェンメイとか打たれたら死ぬんで、多分一番右の駒が出てくると思います。左から2番目がシェンメイな気がするんで、うわザファルか、それきつい、それきついぞ。うわ待って、それきついな、それシェンメイ侍返し耐えるか、俺打つしかないな。18%ではあるか、18%ではあるから3枚返し耐えるかっていうか、耐えんとダメない。やっぱ右はずっと温存してるな。ただそれね、相手ね、相手それパスなんだわ多分。こうでどうだ、ちょっと作戦いい感じにはまってるのでは。あ飛んだわ飛んだわ、普通に飛んだわ。ナイスバトルです。対戦あざした。さあラスト打っていきましょう。というわけでリアンティールっすね。これはさすがにフェルノートから行こうかな。フェルノートから行くか、さすがにちょっとこれはもったいないか。4連勝できたら春丸の強さが本物だと見せつけれる。正直そんな強いとは思ってないんですけど、自分的に。まあ守護者なりかな。 OK、 これで4枚じゃない、このいい位置に2枚召喚できて OKOK。 次春丸を置いて、春丸をこの下のアンフェアって方で置きたいと思います。間違えないようにアンフェアにして、さあここから毎ターン800のアダ取っていきます。 OKOK、 キリン入れてもよかったかもしれないな、これは。
このターンでサヤカ置いとくのはありだな。俺が出てる。あ、アルカード。アルカードならこっちで。しっかりコンボつないで。ダブコンやめて。オッケーオッケー。ダブコン回避して。なるほど。それなら俺は罠を置くぜ。出陣だ。もう強いけど、こっちに罠を置かしてもらうで。 OK で、これで A4 でアウカールと繋いできた場合は、D5 でバイセを置きます。バーフォーマックスなのか。マックスだ。お、トゥールラだ。だったら上トゥールラでいい気がする。上トゥールラで次飛ばしていこう。よし、これにしよう。で、690入って450か。なんか引けば飛ぶぞ、シールド以外なら。なるほど。でもそれロックから言ったら次相手飛ばせんくね、俺のこと。無理じゃねそれ。さあ軽く頭を使いましょうか。さすがにこれ飛ばないの。2、4、6枚、4500プラス1600あるんで、6100与えます。でこいつ1500入るんで6100で7600。あ、通常入れて飛びますねこれ。これ、よいしょ、よいしょ、OK 飛ばしていく。強、対戦、あざした。はい、ってなわけで、春丸使っていきましたが、あのね、普通に強い。うん、あの、春丸が強いじゃなくて、あの、紙デッキ、紙10枚で組めるっていうのが強いっすね。もう紙10枚で組めるデッキがヒュプノスと春丸しかないんで、はい。で、まあ、春丸は、まあなんていうのかな、ヒュプは完全にデバフなんで、まあバフデッキに強い感じなんですけど、こっちはまあ選べれる代わりどっちも微妙みたいな感じなんで、まあ別にバフデッキが多くない日は春丸で割といいんじゃないかなとは思います。はい。でまあやっぱトゥルラとフェルノと強いんで、こいつら入れとけば魔獣じゃない、神獣だったら勝てるかなって感じです。はい。うん、なんでまあ春丸使ってみても面白いと思います。はい。まあ、勝てるかどうかは、まあちょっとね、断言できないとこもあるんですけど、でも、あの、間違いなく面白いのは確かです。はい。というわけで、この動画が参考になって面白かったって方は、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter の方もやってますので、Twitter の方もぜひよろしくお願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。